あ、よかった。ローディングし直したらちゃんとライトが使えるね。よし、これでちょっともう一回洞窟チャレンジしてみるか。この海から入れる洞窟は、確かあいつがいるところだ。もう一人の雲型原住民というか、雲型ミュータントというのかな。ただここに敵がいっぱいいるだろうけど、とりあえず無視。ライトがね、有限だからね、さっさと行かないと。なんか前より明るい。なんかライトが結構照らされてる気がするな、気のせいか。なんか明るいよね。今ライト消してんのにさ。わあ、なんか石のグラフィックが。急げ急げ、ライトが切れてしまう、その前に。しかし、ロードしないと使えないライトっていうのはまたなんか嫌なもんだね。そう、あの時確かミュータントって何匹もいたんだよな。え？何これ？は？何これ？子供？え、何これ？ちょっとバケツめっちゃ落ちてる。何これ何これ？ちっちゃいのがいっぱいいる。ちょっとキモい。てか、バケツめちゃくちゃ落ちてんじゃん。こんなにバケツ昔落ちてたっけ？確かでもここってあれだよね。もしもいたらさ、クモと、プラス、タコ2匹いるんだよね。てかあれじゃね？うっすら見えるけど。うわー、うわー、うわー、自分から来といてなんだけど、やっぱきめえわ。ちょっと待って、やっぱごめん、自分から会いに来てなんだけど、ちょっとだけごめん、丹波して。これ作ってなかったわ。ちょっと今回これなしで勝てる気しねえ。結構作らせてくれるね。うおー、気持ち悪い。うわー、こいつはきめえ。おのれいけんねん、これ。こいつの行動パターンは結構単純なんだよな。こうやってガシバッショイするから、そこを狙ってこう攻撃っすよ。ああ、普通のなんか弱攻撃もしてきてる。あ、でもなんかそこでずっと攻撃してると思ったら、こっちを向いてクッパーからのドーン。で、ジョブ。うわー、気持ち悪い。ちょっとライト消える前さっさと倒したしな。もうさっさとあれ使っちゃうか、火炎瓶。耐久力ありそうだし。うわー、キモ。足が長くてキモい。あ、やばい、ライトが。もうか。くそ、早いのか。よし、燃えてしまえ、燃えてしまえ。あ、外した。これ武器持ち帰ったら自分にも食らっちゃうから、あんましいっぱい作れないんだよな。よし。ん、なんか火これ効いてる？足はもうなくなったか。うわー、歩いてる、歩いてる、歩いてる、こっち来てる。仲良くしたいの？そういうことなの？あー、もうライト消えてしまう。うわー。弱攻撃やめる、弱攻撃。いやー、消えたー。うっすら見える、うっすら見えるけど。どうしていた。ひぃ。うへへー。お、ぴょーんってなった。おっしゃ、倒したー。討伐成功ですわ。そしてこの死んだ後に微妙に動くのやめてほしい。そしてこいつもやっぱりバラバラにはできないか。はあ、ライト消えちゃったな、また。はい、恒例のクッパーです。足これどうなってんの？やばいなこれ。うわー、引っかかる引っかかる。俺に引っかかるな、俺に引っかかるな、バカ野郎。ひえー、やっぱ胸があるから女の人のなんか変に体なんだろうか。うーん、こいつは本当にやばいぜ。だって残りあそこにタコ2匹いるけど、別にあれはわざわざもう倒さんでええわ。帰ろう。帰りていいけど、道がわからん。見えん。帰れるかな、これ俺。うわ、爆発した。あいつらが食ったのか？何、そういうのも追加されたの？おっと、危ない。ちょっとこのアグレッシブになってるところを今利用して、この俺がせっかく作った要塞を試してみるのもありかもしれない。わい。さあ、どうやどうや。どうなるどうなる。やばいな、あのガバガバゾーンから来そうで怖えな。あ、普通に入ってきた。 しかもお前らめっちゃ走ってきてキモいんだけど。これ引っかかってみない？
なんかね、どうもね、聞いた感じによるとね、ちゃんとぶら下がるモーションはあるみたいなんだけど、フレンドリータイプ原住民だとあのバグが起こるみたいなんだよね。おお、取ったぞー。おお、ほんまやほんまや、取れた取れた。見て見て、お前らの仲間捕まえたったで。こりゃ面白い。やべえな、これいっぱい作ろうかな。これ助けられたりするのかな。助けはしないのか。よし、お前いつまで燃えてんの。今消してやるぞ。あれ、髪の毛生えた。どういうこと。え、なになにそれ。リーブ21なの、なんなの。今楽にしてやる。ふう、あいつ髪の毛が生えた。じゃあなんだ、髪の毛消えてんのバグなのか、なんなんだ、よくわかんねえな。スタミナ減るのが早いな。さてさて、君の仲間は全部倒しちゃったが、そうか、こんな感じで捕まえれるんだ。はあ、やっほ。こっち向いてくれない、こっち向いてくれない。なんでシャイなの。僕は君とお話がしたいんだ。これこの状態で攻撃できるのかな。えい、あ、なんかかわいそう。ちょっとそれ、これはかわいそう。縛りつけてる相手にそれはねえよ。ほれ、あれ、紐攻撃したら紐消えたんだけど。でも別にこの子が解放されるわ。ん？紐がなくなっている。お前一体どう浮いてるんだ。またあれか、紐にぶら下がってふりをしていたのか。このゲームのこういう部分はよくわからんわ。なんか水がオレンジ色になったのはなぜ、夕方ってことなの。今めちゃくちゃ雨降ってて火立ってないんだけど。ふう、これでちょっとスタミナ、あ、ちゃんと座った。なんでさっきちゃんと座らなかったんだろう。いやー、さっき、じゃあなんだ、さっきのバグだったってことか。よくわかんねえなー。ふう、とりあえずこれでちょっとスタミナ回復しよう。多分地味にしか回復しねえなー。原住民の女の子の髪変わった、なんか髪色変わったよね。前は真っ黒だった気がするんだけど、今この子は染めてんの。めっちゃ茶髪なんだけど、オレンジというか赤というか。あ、全然引っかかってくれない。すぐに分かんのかな。そしてこのガバガバゾーンね、やっぱだ埋めないとダメだ。せめてこれだけでもなんとかしよう。そう僕は思いました。その前にこいつは殺すか。よし、1人焼けた、2人焼けた、いいぞいいぞ。 AI はだいぶ成長したらしいが、いまだに自ら、お前ら自分から焼けすぎだろ。まあおかげで倒す手間が省けるからいいんだけどね。は、そして死んだらなぜか髪の毛が生えるこの女原住民、謎ですわ。そして最近この人たちは火で死ぬと立ったまま死ぬのね。一応女原住民これゼーゼーしてるけど、これも多分死んでるからね。はへー、まあ いや、ちょっとこのガバガバゾーンをいい加減に埋めよう。は？いつの間に、あれ原住民だよね。あら、いたの。なんか久しぶりだなこの光景。もう完全に武空術だわ。この世界の原住民はちょいちょいなあのDB 勢が混ざってるからな。やべえ、監視者いたわ。怖い怖い。よし、一応これである程度もう変に入られたりしないかな。まあと言ってもあそこの罠発動させちゃったからな。なんか継続的な罠作らないとここでからまた入られてしまう。ちょっと邪魔なんだけど、取れない。君取れないよ。ああ、ブラブラ。本当にこのままなのな。これでも死ぬんじゃね？よし。
おおお登れたぞ。ちょっとこう壁に走ってててか普通に入られてんじゃん。めちゃくちゃ入ってきてんだけど。え、どっから入ってきた。ちょっと待って君たち。そして俺は今さも当たり前のようにここに登ってしまったんだけど、今主人公もどうやって登ったんだこれ。いや鳥さんもあそこにいる。あ、めっちゃ原住民が鳥さん見てる。興味あんのかな。いやいやいや、ここまで登ってこれへんやろ君たち。てかやべえ、登れちゃったよ。一体どういうことだってばよ。完全に主人公忍びのものやん。そして普通にここ渡れるっていう。はっ、ピシッてあいつ壁に張り付いとる。壁じゃないんだ、その木に張り付いてんだ。あー、なるほどね。原住民あっち行っちゃった。どうしよう。てかどっから入られてる。てか普通に向こうのガバガバゾーンから、ガバガバどころか全然防いでないところから来てんのかな。もっと簡単にというか安全な領域を作らないとダメかな。そしてこの上登りたかったけどさすがにもう無理だよな。あ、落ちちゃった。あ、考えた。あ、こいつは残ん、なんか移動してね。おっと、ここからこうぶら下がってはだめ。なんかこいつ移動、どういった。お前移動しとるやん。どういうこと。地道に逃げてってんのこれ。怖っ。どういうことや。え、どういうことや。だんだんとこのゲームのこのおかしさがまた垣間見えてきましたね。おおおおお、ちょっと待って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 、今建設中なんだけど。いれれれれれれれ、今ん、あ、まともに、ちょっと待って、それはおかしいんじゃないのか。どうなってるこれは。ダブルで引っかかってるところ。あの土台自体がめちゃくちゃ動いてんじゃんこれ。これはおかしいだろお前。あらやだ。多分これって近くに置いちゃったから一気に2つに引っかかって、で1個の方はそのまま普通なんだけど、もう1個の方が、あ、ほらほらほら、引っ張られた感じになってな。怖い怖い怖い。これ多分押されるんだけど、ほらウィーンって。物理エンジンおかしいぞ。物理法則もおかしいぞ。それを3つは痛えなおい。あ、そっち、あー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 あああ、なるほど、近くに置いちゃうとこういうことになっちゃうのね。うわー、カオス。いや、これで一気に捕らえてやろうっていう俺の作戦がさ、いろいろと台無しじゃないですか。これぶら下がってやつは殺したらどうなんだろう。おーおーおーおおお、ああ、いつもになった、なんか元通りになった。あー、あいつ寝転がったままめっちゃ動いてる。もうなんだろうこれ、なんかそういう新しいアトラクションだな本当。よし倒したけど、おお、なんかジャストガードした。何からジャストガード。あ、いたのね。待って、これどうなってんの。これ倒したはずなのにこっち生きてる。おい、無敵なんのか。四方八方すぎて戦いづらい。おーおーおーおお、なんかお前の走り方。おー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 おお、あ、あいつ紐がつながってるやつか。なんかすげえ動きしてる、めっちゃ速い。ひょーんって加速装置かな。おーおーおー、そうだ、紐が遠すぎると一瞬見えなくなるから。ほら、フィュン。こいつは強いよ。絶対こいつに攻撃食らったら即死する自信がある。やばい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 。おーおーおーおお。だんだん自分の加速でさらに速くなってきてない。やばいやばいやばい。これはまずいだろう。やばい、強いやつを誕生させてしまったかもしれない。
あいつ自分から火に当たった。まあ、いずれなんかありそうだなと思ったけど、これどうなんの？は、死んだ。えい。ん？死んだけど、あいつとの線がまだどっかに繋がってる？一体何が繋がってるの？ほら、ここに線がビーンって出てるけど、繋がられてる本人自体はいないんだよ。どうなってる？どうなってる？ねえ。あ、なんか見える。うっすら見える。捉えることができない。とりあえずもう吊り下げぶら下げトラップが暴走してるってことしかわかんねえや。じゃあちょっとだけ血を落とそう。